こんにちは、ニュースフラッシュです。12月20日水曜日、宮崎大学附属図書館にて第4回お笑いライブが行われました。解散します。このお笑いライブはお笑いサークルに所属する学生が企画したもので、漫才や一人コント、落語など3名の学生がそれぞれ持ちネタを披露しました。会場には15名ほどの観客が集まり、笑いの渦に包まれたようです。いろんな人にお笑いの面白さを知ってほしいなっていう、そういう思いがあります。もう少し大きいキャパで、キャパの会場でやれたらいいなっていうのは目標としてあります。こう、お笑いライブに出てくれるような人が、まあ、もっと増えて、もっと盛り上がっていけたらいいなっていう思いがあります。第5回お笑いライブは1月17日12時50分から図書館にて開催されます。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、ニュースフラッシュでした。